しようと考えてるんです、はい、そうじゃないとね、あのちょっとね、これ合ってんのかな
まだかなとか思いながら、ちょっとね、アベノハルカスよりは難しいですよ、ね、ここはね、わかりやすそう。だから次々に自分の親を立たせまして、迷わないように会場にたどり着けるよう工夫を考えておりますので、ぜひぜひこちらの方もお越しくださいませ。あの、はい、こちらの公園よ、ね、スペース内の公園よりも人数がもっとたくさんで、あのちょっとまた時間もちょっと長くて、あの豪華な年の瀬を感じるような公演にさせていただきたいと思いますので、はい、でこちらのご予約ももう本日から受け止まっておりまして、お席がちょっと例年よりもちょっと少なくて、あの昼夜あの50席ごとぐらいなんです。だからちょっと予約いただいた方が確実かと思いますので、こちらもあの公演の後に出口の方であのお名前とご連絡先といただきまして、はい、して、まあ、させてもらえたらなと思います。どこにもまだ情報出してないです。今日初めてここで言ってね、いち早く最新情報を、そう、あのここで絶対言いたいって言って間に合わせてね、ちょっと頑張って、はい、初公開でございますんで、その辺の、ね、チラシも置いてますし、もうご予約するわっていう方、はい、いましたらまた誰かに声かけていただいて、はい、あのどうにかさせていただきます。そうですね、その他のご案内はあの机の上にまた置かせていただいてますんで、もしよろしければご参照くださいませ。またね、ショーの間か2部の始まる前にいろいろ説明させていただきます。ちょっと時間が来ましたので、はい、そろそろ開演いたします。はい、今日もよろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。Thank you.
で、はい、タイトルが真白き富士の根というね、はい、峰と書いてる、はい、または七里ヶ浜の愛、はい、もう明治の昔の、はい、どうもこれアメリカの賛美歌をもとに、はい、そうでございます、歌詞がつけられたそうでございます、はい、せずして私のお父さん、はい、私のお父さん大正6年生まれです、大正6年生まれのお父さんが、はい、日本酒を飲むとこれを歌っておりましたやっぱそういう旧制高校に行きたかったけど憧れてたんですねということで、今日はピンキーちゃん、はい、アコーディオンと歌、まず1曲目は真白き富士の根でございます。ありがとうございます。今日はですね、もう何と申しましてもとりあえずこのシリーズ今日最後なんですよ。もう3年ほどやりまして、100回ぐらい、約100回で、まあ、毎回2回とかでございますからもうね、でございます。話の方は2回ずつやってますから、そうですね、200話ぐらいやっておりますけど、あっという間でございました本当にお客さんがね、最初の時はゼロだったこともあるわけでございまして、ゼロでも私にはその姿が見えないけどお客さんがいるんだということで、ゼロの時でもやらせていただいております。やりましたね。スタッフの皆さんがみんな、やるんですかその思いが通じて、本当今日は本当に私がその時のイメージのままや、ありがとうございます、それではですね、陣内さんの伴奏でですね、歌を世界で唯一の女性でございます青木美香子さんです。今日はまた最終回ということ で、本来ならば、はい、もっと大きな舞台とか、演劇でやる時の衣装でございますけども、はい、奮発しましたね。そうですね、今年やはりこのスペースナインがあったおかげで近鉄のアート館でコンサートをさせていただく流れまでできて、そこでそう近鉄アート館の時にお召しになられて、はい、これはね、映画で言うと向こうの映画女優でオードリー・ヘップバーンさんが出てたやつを、ね、だいぶ太めですけど、そうですかね、なんて言ったらいいの、僕はね、女性の体型とか女性の、ね、アクセサリーとかそれ全くわからない人間なんで、そうですかねしか言えないで、オードリー・ヘップバーンで思い出すのがね、昔の漫才の方でね、歌子圭介という方がおりました。で、大鳥圭介っていうのはオードリー・ヘップバーンから取ったやつ、本当なんですよ。なんか館長が言うから冗談かな。本当なんです。大鳥圭介さんのイメージは置いといて、はい、1曲目でございます、はい、何の映画でしたかね、これは。シャレードという映画がありました、はい、オードリー・ヘップバーンさん主演でございますけども、はい、そのテーマソングでございます、はい、シャレードをお届けいたします、はい。
交渉なるテーマで今日どうしようかなと思ってるんですけど、はい、私それで100回、はい、あの1回も欠席せずに出演してくれて最近の出演してくれて600曲歌ってるってことすごいね。どうで600曲、まあ、今日のお話はあまり私の話聞いてると次の歌詞忘れてから、じゃあちょっと楽屋で確認してまいります。はい、青木美香子さんでございます。本日もよろしくお願いします。いやとにかくね、いろいろなあのお仕事がある中で最近大学関係のお仕事が来るようになりました。やっぱり続けとってよかったな。下手でも何でもアホでも何でもね、長いこと続けてると石の上にも3年と言いますけど、石の上にももう45年ぐらいやってるわけでございまして、先頃はね、京都芸術大学、はい、京都市立芸術大学の、まあ、授業の方で非常勤講師でも言ったんですけど、それとは別にあの特別講座っていうのがあって、大学が京都駅の近くに移転しまして、新しい校舎の方で、なんとね、今日のタイトルは巡る人巡る音ですけど、はい、そっちの方のタイトルは歩く人歩く音というね、結局私がタイトルパクったんですけどね、今日鎮丼屋さんとその新内流しというね、新内流し三味線二丁のその同じ流すという芸をやってられる方、私と寿司に流す対談をしたり、先生の話があったり、実演をしたりという会がございました。その時にね、なかなかちょっと話し足らなかったようなことを今日は話そうかなと思っております。新内流しって、まあ、見たことないと思いますけど、まあ、ギターの流しギターやアコーディオン流しというのは、私がもうこの世界に入った40年ほど前は阿倍野の朝日町からずっと飛田の方まで小料理屋さんのとこ流しておりました。それもやっぱり2人組でございます。やっぱなんで2人なのかなと思ったら、やっぱ新内流しが2人組やったから、あその名残かも分かりませんし、あるいは、その昔、タクシーの運転手と助手がいました。車掌さんといいますか、タクシーも2人だったんですね、乗務員が。片っぽは運転するだけ、片っぽは料金取ったりドア開けたり、それが1人になってワンマンになって、まあ、バスも電車もワンマンカーとか、本当は車掌さんがおったんや、1人になって。本来は2人、なんだよ、集金係っていうのが1人行ったのかというわけでございますけども、そのね、新内流しさん、新内屋さんっていうのは、だいたい目の前のお客さんにこう音を出したり、工場を言うて、あるいはビラを配って、目の前の見える人を相手にしている。新内さんっていうのは何をやってるかというと、色町ですね、料亭があったり、そういう遊郭があったり、そんなとこをそぞろを歩いて、音を鳴らしながら歩いて、もう目の前の色、お客さんじゃなくて、料亭の中で遊んでる人に音を聞かすんですよ。で中で音を出して音を鳴らして遊んでる人に音を聞かして、あその音なり歌なり声ならよかったら、声かけてどうぞこちらでやってくださいという、誘い水なんでございますけど、そういうのと違うと違うなと思いながらやってたんですけど、その昔ね思い出したんですよ。あのこの近くにね、新世界の方に新世界市場というのがありました。今はもうね、ほとんどお店が、表側の草履屋さんと、それからお肉屋さんしか残ってない。だんだん飲食店とか、ホテルに変わってますけど、昔はそこ大にぎわいの市場があって、そこの宣伝で、私が何回か話題に上らせていただいている、毎日宣伝者のね、桜井秀夫さんというね、偽名ですね。本名は言わなかった。熊本の方から流れてきて。有名で暮らしている桜井さん、その人の仕事の手伝い、新世界市場からずっと北の方をね、真田幸村で有名な、神社の方からですね、もうそのあっちの方、夕日が丘の方までぐるっと回って帰ってくるんですけど、今まで私がおった青空宣伝車でやってるやり方と違う。とにかく流して流して延々とね、だから私もね、もう兄ちゃんしんどかったら途中でラッパ休めてもいいよと言われながら、僕も若いから意地があるからラッパ止めずにずっと吹いて、はい、たら桜井さんはもう、
安井天神や、安井天神ね、真田幸村の最後のうち、あそこからずっとって回って回って、もう日本橋から何でも回って、それでまるでラベルのボレロみたいに、ジャッ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 ほんで今日その日回っても疲れに疲れて、その時の桜井さんという人から、私あの今日どうやった林君どう思ったかって言ってしんどかったなしか思わなかった。それから40年経ってやっとその意味が分かってきたようでございまして、そのことをこの歌の後にお話しさせていただこうと思います。次の歌が、この素晴らしい世界でございます。
最初の頃からそうですね1年半ぐらいずっと通ってくださってた方が、うん、もうね他界されたんですけどもリクエストでこれを歌ってくださいということで、うん、ずっと言ってくださってて時々最初の頃歌わせていただいたこの曲がエソさんやそうなんですよねエソさんのあの辺でのそうです熱心に熱心に通ってくださっててお客様の本当少ない頃応援してくださってて今日はお礼の意味を込めまして歌わせていただきましたはい、はい、ありがとうございます、はい ちょっとね、話がねあちこち行くんでございますけど、はい、その新世界市場という市場があって、はい私が知ってるのは45年ぐらい前からなんでございますけどそのまた昔そこの宣伝を請け負っておりましたのが中村金之助宣伝社という中村金之助って言ってね昔の映画俳優、よろずや金之助さん、よろずや金之助さんがもともと中村金之助なんですけど、その金の字をね、お金に変えて、ほんで、ちょっと偽物っぽいですけど、中村金之助っていうその、よろずや金之助そっくりやというのが自慢だったんです。そっくりだったんですね、それでも。かつらかぶってね。ところがそこが新世界市場の宣伝をするやってたんですけども、なんでそれから降ろされたかというと、新世界市場の2階の方にちょっとした会議室といいますか 和室で畳敷きで、まあ、市場の人が寄り合ってその会議したりする部屋で、そこに陳内さんまず明日行って上がるんですよそういったらその時にね市場の人昔ですからねどうぞ陳内さんねこれでも飲んで景気つけてくださいって一升瓶だとか一升瓶が2つくくってやるやつはドンと置くんですよまあまるでおみきをあげるなんの神社さんはちょっと神様に近いようなあこの人たちが宣伝してお客さん来たそれがもうお店の死活もんがやでところがその中村金之助一行っていうのは朝の9時半にそこに行って一升瓶を置かれたらそれをちび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 コップで飲んで、おかしいな、10時半になってもこの神田さん出発せえへんと、9時半に来てんのに、で、一番の人が上がったらまだ飲んで、ほんで、もうぼちぼち出発してください言ったら、まだ半分残ってまんねんって言ってね、全部飲まないと出発しないという、それから場合によったら、もう途中で酔っ払って、表に止めてある自転車をこう倒して遊んだとか、いうことがちょっと底が悪かったもんで、それから毎日、宣伝者の桜井さんの方に変わったわけなんですね。そういうむちゃくちゃこれでも仕事があったんです。で、さっきね、その毎日宣伝者桜井さん、もう散々とこの新世界の北の方、日本橋の方回って回って回って、ね、恵比寿町の、西の方も回って回って、林君どうやって、いやどうやったってしんどかっただけですけどねって言って、で今頃わかるんですけども、はい、昔のね、私がおりました。青空宣伝社というのは昭和20年代の後半に大衆演劇やってた人が続々と来ててほんで太鼓叩いて街回るその代わり見場は綺麗なんですよ20代で、本当にね大川橋蔵みたいな感じでところがね役者さんというのは何でもそれはしますよって表でも踊るし太鼓も、お芝居の時ミスでこう叩いてるから得意ですよお芝居もします、踊りも踊りますようなんですけど、お芝居やってる人はね、どうしても楽屋というものがあるんですよ。ほんで主役以外の人はほとんど楽屋におることになって、ほんで出番が来たらわーっと来て、その出番でわーっと切られたらまで楽屋に戻ってる。で、その癖があるものですから、陳土屋に表に出ても、なんか出てる時、なんか楽屋がないかなと思って。ほんでその楽屋探してなんか家と家の間の隙間に入ってみたりとかあここが楽屋だとか体にそういうリズムができてしまってる昔はコンビニもなければ、うん、喫茶店もあんまりない時代は、だって大阪だとね100メートルも行けばだいたい酒屋さんがで酒屋さんが見つかるとその酒屋さんに入って、立ち飲みをするんです、ね、それも、ま、わずかなもんでちょこちょこ行くからお酒の半分それで姿を隠さないと、ね、気が済まないところその桜井さんっていうのはね延々と、ラベルのボレロみたいに止まらない、はいはい、ずっとやってるでそれをね僕は目の前に人がいるの あの人チラシを渡さんでいいからどん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 行くんですよそのやり方をその後また東京に行って東京の青梅という町青い海で、はい、青梅という町で、はい、東京のまたベテランの長谷川宣伝者とか、はい
一緒になって見た時、やっぱそれまた延々とやるタイプなんですよ。しかも口上も言わない、でどんなこんなんできるのかと思いながらも延々とやるもんですから、そんだけ音はこなれてて、あのそんな大音量でもないし、長時間聞いても疲れない音なんですけど、こんなんでいけるのかなと思いながら気がついたんですね。よく考えたらあれですよ、あの私自身がなんで鎮座になったかというと、学生時代に京都の太秦の近くで下宿の部屋にいるときに表に鎮座屋が遠がかった。で部屋の中に音がこだまして、ああなんだろうなんだろうと窓を見たら、ああ鎮座屋行ったんです。だから結局ね、出会う人以上に家の中で聞いてる人が多いという、ということは目の前にはいないけども、結局姿は見えないけどコンサートをしてるようなもんよ、移動コンサート。でそういうことの勘どころが分かるかねって言われて、40年間分からなかった。長く頑張りました。人がね、4分で分かることが40年かかった。でそのなんで分かったかという、最近その成果をね、いろいろ表して、あの昨日なんかも大阪の朝塩橋のあたり行って、もうそこでね、音鳴らしてあって、もうその桜井さんに習ったやり方で、もう信頼流しじゃないけど、家の中の人に聞かすというやつをね、やりましたよ。そしてね、また後でちゃんと喋りますけど、おかげでね、もうめちゃめちゃ売り上げが上がったわけ。あら、わからんもんでございますね。まあそんなことより、ふみかちゃん、そんなことより、踊りでございます。じゃあ、今日何が出てきますか。ずっとそばにあると信じて、夕陰に微笑む幸せは、よそ見してる間にいなくなって、時間が戻せるならと泣くばかり。残暑を隠す闇のように、黒いビロードの悲しみは心にかかり、幸せの幕を引くように思えるけど、一番欲しい一つだけ見つけた夕闇の空もいつか暮れて、その光小さくて見えずに星屑が夜空に瞬くよ。悲しみはきっとあなたの心に何か気づかせるために降りたとばり、涙を拭いて横向いていて、ほらあなたは一人じゃない、私はそばにいる。気を失って初めて幸せに気づいた時が私にもある。大事なことも知る時だと言えるようにと言い生きてきた。闇があるから星屑が輝ける、太陽があるから月が輝ける。同じように互いを助け合うために、私たちは一緒にいる。気づかせるために降りたとばり、涙を拭いて横向いていて、ほらあなたは一人じゃない、
私はそばにいる。ですね、昔はそういう、市営住宅がいわゆる平屋の市営住宅がいっぱいあったところなんで、今はもう高層化されて、もう場合によっては11階建て12階建ての高層の市営住宅になって、それからマンションも建ってね、大きなマンション建っております。その代わり、神野屋さんの音が聞こえても、ね、マンションの12階からさーっと降りてくるにも降りてこられるわけ。だから普通の鎮魂屋さんはですね、そんなところでやるのはあんまりね、やりにくいなとかなんとか言うんですけども、んで、でも昨日あたりもですね、こうやってやところによっては太鼓の音でね、壁と壁が共鳴して、すごいね、ゴヨヨヨヨヨヨヨンと引くとか共鳴現象も起こるし、ほんで見てないかなと思って、その集合住宅の広場みたいなちょっと休憩しておりますと、しばらく下降りてくるんですよ。そしたらね、兄ちゃんたちお姉ちゃんたち、もう今までこんな写真撮って、上からね動画を撮ったり写真撮ったりして、それをねもう延々と見せてくれる。こんだけ見とったんか。私たちももう何日も何日もこの3年間に行ってましたから、それを全部撮ってある人がおるね。これはね、よくね、すべてお天道様のお見通しという言葉がありますけどね、悪いことしたらほんまに見られてるわけですね。そういうことも感じました。それから、結局姿の面、よくね、目の前に人がいないと口調も言えない、まあ、チラシ配る相手がいないと言いがちなんですけども、そうやって見てる人が実際に姿が見えないだけで、いらっしゃるわけなんですけども、これはね、大体歌の発声、音楽の発声の起源とも関わってる。目の前に人がいるのにね、例えば奥さんがいるのに、改めて何なんだから何だか何とかやってくれとか言わないんですよ。もう長年の夫婦寄り添ってたらですね、顔を見ただけで、はい、お父さん新聞ですかとか持ってくるわけです。はい、お茶ですかとか言って、ね、もう知ったものと、例えば犬や猫でも会話が言葉なくても分かるんです。あ、お散歩ですかとかですが、ね、玄関に待ってたりするわけですよ、何も言わなくても。それがね、歌の発声というのはやっぱりこの姿が見えない人に対してコミュニケーションしたい、メッセージ通したいというのがあって、あの海の向こうの離れた、恋人に対して届かないけど、今だったらメールで届くけど昔は届かないから、自分で歌を作って届いた気持ちになるとかね、それから、亡くなった人に対しての思いを
歌を通してギターを通して、そういうだから鎮座屋さんの根源もやっぱり姿の見えない人にですね訴えるというのが、かなり重要なというか基本の要素やったような、気もいたしますね。で子守歌なんかでもね、赤ん坊を子守して、ね、赤ん坊は言葉わからないんですよ。で結局、赤ん坊を通して、子守を雇ってる人に対する愚痴だったりとか、あるいはなんとぼやきとかそういうことをですね、言うのも子守歌で、よくね、知らんぞ知らんぞ先生に言うたろうとか、先生はそこにいないんですよ。いないけど言うというね、これが博多の子守歌、私の生まれ故郷。博多そうやって全部その土地を買ってしまってから、うん、
それが他人の土地だったと分かり、あ、もう騙されたと気づいた時にはもう鳩の祭りでございます。鳩の祭り、鳩の祭りや。もうこんな思いスロー、つるー思いはもうしたくありませんと。つらかったな、つるーいか、つるーい。ちょっと無理があるかもしれない。そうやってね、シャモさんが言うもんやから、ミミズクさんはそうかな、そうかな、実はこの前その話ならうちも引っかかりと。その人も引っかかったの。ミミズクさんも引っかかったと。もうね、有金全部取り上げられて。取り上げられて。来る日も来る日も、鳥は鳥でも借金取りに追い回される。なるほど、借金取り ね。もうそれでもう仕方がないから、もうこう鳥屋のお商売は諦めて、高賃取りの仕事を始めた。高賃取り、高賃取り、もうこれも全く儲からず、始終空の財布です。始終空の財布、始終からね、からね。これでも困っとり、困った。もうそれでもうその上持病の脱腸が下るし、急患腸が時々ねじれるしで、本当に難儀しとりますと、こうミミズクさんは言うんです。えらい難儀しとりますって、それが出てくるわ、それが出てくるわ。もうこれでミミズクさんもシャモさんもこんだけ困ってます。これあなた犯人が誰だか分かりますか？え、犯人、もう困った困った言ってるけど、犯人、やっぱ犯人っていうのは終わったんだ。あ、もうこれは私はね、もうお見通しなんでございます、あ、この犯人はね、鳥尽くしなだけに立派な詐欺師でございます。詐欺師、あ、しかもね、その上にね、その上にこのね、犯人はね、なかなかしたたかで捕まらないんでございますよ。捕まらない。え、なぜならばこの犯人はもうすでに高飛びしております。それは最後に、あの青木美奈子さんですけど、11月はちょっとまた別のライブもありますね、北浜の方で、23日です。23日はフレームハウスというね、北浜にあります、まあ、木造のですね、ビルとビルの間のこの、ちっちゃな小屋みたいなところで、怒れます。古い建築ですね、そこでお昼、23日祝日ですから12時会場で、ハイヤシライスとかも食べていただける、まあ、2500円ですけどもワンドリンク飲むか、ビールを飲むか、あと100円出したら、オムライスが食べられる。そうです、そうです。この店名物のオムライスもついて2500円、ね、これもまた限定25名ぐらいからね。そうですね、あと若干名でございますけど、よろしくお願いします。そしてこれ何ですか？道頓堀のザザ、12月10日道頓堀のザザにおきまして、はい、もう最後の今年最後のコンサート、はい、麗しき歌のメリーゴーランド道頓堀ファンタジー、はい、これをやらないか、はい、ほんでね、ゲストがクロワッサンサーカスの団長の清水さんが来て、はい、本当はそこで綱渡りする予定やったけど、あそこちょっと天井が低くてね、綱渡りしようにもこの頭当たるから別の芸で、はい、間にこの手伝いいただきます。歌の方とのコラボもやらせていただきます。はい、いただきます。よろしくお願いいたします、はい、あとなんかなかったかな、はい、年末公演とかは、まあ、年末公演も案内したからね、はい、ですね、はいはい、あ、モンドルフェ、あ、週末ね、モンド役人や。モンド役人で週末ですかね、はい、よく分かってないんで、どういうわけですか？11の土曜日で次の回の前に詳しく。モンド役人の寄せの方が心配や。初めてやな。初めてね、出させていただきます、はい、それでは、はい、今日の最後のお歌でございます、はい、これはね、はい、前もやってここ好評でした新世界にちょっとちなんだ歌で、はい、タイトルが、はい、夫婦道。夫婦道。うん、
ございます、今日はですね、私のこの巡る地と巡る音ということでね、1回目のこのステージの方はちょっとね、整理ついてない、分かりにくかったか分かりませんけど、この2回目のステージでいよいよ四天王寺の亀戸の話が出てきますので、それに関連付けて次回の話でございます。それではエンディングは、リングの木の下です。